はいどうも、怪談屋チャンネル、私の独り言です。今日はね、僕の本業の耐震劇について語りたいなと思っております。僕も劇場構えてますけど大変です。経営めっちゃ大変です。もうコロナで全然ダメになりましたからね。今いろんな耐震劇の劇団さんも全員ダメだと思います。もうその中ででも今役者さんが劇場を構えるっていうのがめちゃくちゃ増えてますよね。それはやっぱりね、事務所に頼むじゃないですか、興行師で。例えばいきなり休みってなるんです。僕ら問屋って呼ぶんですけど、休みになったら収入もなくなる。で、座員の中では耐震劇というのはその家がちゃんとある人もいるんですけど、事情があって家がない人をお預かりしている場合もあるんですよね。ってことは住居も世話しないといけない、食事も世話しないといけない、1ヶ月給料も保証しないといけない。だから本当に休みになったら壊滅的になるんですよ。たかが休み、たかが休みと言うんですけど、だからやっぱりこのコロナで劇団は多いけど劇場は少ない、受け持つところは少ない、そうなってきて、もうそれならば自分で劇場を持とうっていうのが増えたと思いますね。でもやっぱこれはいいと思いますよ。みんなそれで自分の劇場を持ってやってるっていうのは、だから僕的にはね、そのいろんな勢力図とかあるんですけど、耐震劇その中に新しい勢力図、自劇場を持ってる、自分の劇場を持ってる劇団同士のなんかつながりみたいな輪を作りたいですね。劇団が持ってる劇場のそういうグループをなんか作っていただきたいなと思いますね。僕には全然力がないんですけど、そういうお話があれば僕も全然頑張りたいなと思ってますんで、ぜひともこの YouTube 見た関係者の方、もしよろしければそういうグループ作ってください。お願いします。で、その耐震劇が、これからの耐震劇について、一番、ね、有名な大阪のね、これから関東のね、昔、篠原の会長、2代目の篠原会長も亡くなりになって、今の若がいろんなことやってるんですよね。新しい風吹くってすごいですよね。はい、もう今の篠原会長のこのやり手、この耐震劇を腐らせないためにいろんな試みも素晴らしいと思います。で、山根演芸社の社長がやっぱり昔ながらの考えだため今の時代に沿ってやらないといけないっていうどっかで言われていて、それも僕もね、僕もいろいろ変えないといけないなと思って、でもなかなかね、僕芝居がこだわり持ちすぎちゃってそこだけは変えれないんですけどね。でもまあ生き残るためには何でもしないといけないって言って、僕もそれちょっと考えを変えていかないといけないなとは思ってるんですけど、まあ、人間の性根ってなかなか治らないもんですよね。で、まあ耐震劇、昔ご祝儀あるじゃないですか。俺は100人いたら一つの場所に、その中でご祝儀くれる人って1人か2人か3人だったんですよね。そんなに多くはいなかったんですよ。で、それが昔ですよ、昔、まあ座長にはやっぱり5000冊とかつけられないから1万円札以上、副座長花形には5000とかなって、で、やっぱ座長には1000円つけられない、そういう仕組みがあって、すごい太いひいきさんはもう何十万何百万つけてたんですけど、それがここ10年ぐらいで裏割れっていうので変わったんですよね。これ最初なんか確か石川県の公演先が始めたのかな、その1000円の裏割れつけて、これがご祝儀代わりですよ。そうなったら今までその役職以外の例えば女の子たちにも裏割れが作ってやる気が出るよって感じで、これすごいいいことだと思うんですよ。でもその反面、見に行ったら絶対祝儀をつけないといけないのかっていう風潮になっちゃったね、同調圧力みたいな感じで。それがそのお客さん減らしてると思うんですよね。その目に見えないお金使って交通費来て入場料払ってきてるんですよね。やっぱひいきの人はいいですよ、自分のお尻だからこうつけて衣装買ってもらいたい、それいいんですけど、全くただ見に来ただけの人がつけなきゃいけないよ、つけなきゃいけないよと周りから言われたら、やっぱり行きにくくなるんじゃないですかね。はい、僕も劇場をしてて最近なんですけど、お花を強制つけちゃダメだってお客さんに言われて、いや僕そんなつもりないですよって言ったら、そういう雰囲気になってるって言われて、僕もそれもひしひしと反省してます。はい、
っぱり自分が好きな人、応援したい人にこれで何かってことでつけるのが、これも本当のご主義ですから。だから僕らも今お客さんに言ってるんですよね、そんな無理してつけなくていいと、自分が本当にいいなと思ったらつける、それが主義だから。だから今全国の大進撃でもそのフラワーレイでいいこともある反面、やっぱりどう絶対につけないといけないってことは、入場料まあ1500円にしてもね、絶対にフラワーレイ最低でも2500円いるわけですよ。もう映画の料金超えちゃうんですよね。これが全員っていうのは辛いですよね。やっぱり集客支えるっていうのは、祝儀をくれるお客さん大事です。でもそれ以外に、つけられなくても気持ちは応援してますという、そういう人の集まりが大きな集客を生むと思うんで、これが大進撃の課題じゃないかなと思ってます。これで話は終わりです。また気に入ればチャンネル登録よろしくお願いします。またやりたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。たこ焼き屋の方、階段屋の方もよろしくお願いします。